しいこと。酒井様、乗りを。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ。皆討ち死に、浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて兼太へ運ばれ、その後は討ち死にの方がマジだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば。これまでの人生、道は明らかでした。悟りの境地を目指し、仏に仕える。それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。わし、全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな、死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。人ごとのように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴はブグすら嫌います。太刀もなぎなたも。
助け出したら何を好むのか教えてもらおう。まもなく野営です。見つけましょう。誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の呪し術。呪しを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。へっ、ノリオ、やったな。もうこの注意がそれるぞ。あなたはどなたです？仲間だ。逃げるぞ。できません。もうこが杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。酒井様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。他の層は一緒なのか。みんな死んだ。
私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか？苦しみに敵味方があるのでしょうか？敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか？どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。血を抜け！力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。気持ちを入れ替えられる。鳥を見てしまう。ここで怒っている。鎧を仕立て直しましょうか。
より頑丈になりました。マッチ
坂井様、どうしたのだ。近くに猛虎が集まり、戦の支度を。兼ねたの木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが殺生はできません。村の者がそれに納得するか見物だな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺生はしませんが、逃げもいたしません。俺は村を回り、急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め、隠れるように言え。屋根から見渡せそうだ。みんな、自分の家族を連れて、ひとところに集まれ。頼む、聞いてくれ、集まるんだ。よく見渡せる。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。集まれ、こっちだ。湿地へ逃げればはぐれるものが多く出るだろう。ともよ いい餌食だ。ここに集まってくれ。寺か、隠れ家にいいな。準備は良いか。誰もはぐれるな。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ、俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。酒井様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら誰が民を守る。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。猛虎が着く前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。皆さんどうかノリオの申す通りに寺に身を隠すのです。急げ、足を止める暇はないぞ。一人も置き去りにすることなく、皆をお連れください。早く寺へ急ぐんだ。
村外れで待ち構えておくか。蔵に隠れるか。火をつけるとするか、煙はお気に召すかな。乗りよ。もう耐えられそうにありません。間に合った。これは何事だ。猛虎に襲われ、後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。良いな。土牢の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時
酒の匂いをさせた兵が来て、私の手を掴んで引っ張ったら、兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて、怪我に苦しみながら、私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いて、みんな立派な僧です。私が死ねばよかったんだ。同じことを考えてきた。何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。岸寺で助けがいるとノリオが申しておったな。いい子だ、ノブ。よし。お前ほどの馬はいない。さあ来い。逃がしてやる。酒井様は命の恩人です。無事でよかった。この地で変わったことはないか。そうですね、クバラの海岸にあるかがり火台が奪われたとか。石膏のねぐらにしておるな。助かった。
こっちだ、ノブ。Thank you.
巴の修練場は近くのはず。ああ、クロードだ、殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持って行け。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえぬ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追い剥ぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。そう、声。先生。ゆるりと物見とは。
あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて、しかるのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな、後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。地の果てまでも追い詰めてやる。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。屈指の民への戒め。操め。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで屈指の民を死なせてたまるか。来い。急げ。馬を降りろ。探る暇はない。せいては事を仕損じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。どうかお助けください。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ。賭けだ。どうぞ。Thank you.
酒井。とはまりました。実は二日前に話をした。巴と？この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな、年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。おぬしは違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。もしや酒井様で。ほら、つまり野営を見つけたのは蘭か。さようでございます。酒井、石川先生、これも巴の仕業ですか。猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。
いかにして蘭は野営の場所を森の中で偶然見かけたらしい。死なあの者は殺された。お主が蘭か。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。奴らの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは、フレンバが潰れるたびハーンの心は離れるというもの。ならばくさびを打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いいや。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で族と連れ立っておった。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを後継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。かがめ、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。ムクロが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。
巴が落ちたはず。探せ。先生、あれを。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ。諦めろ。敵です。お前を追え。ここは食い止める。陣だね、石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中言はいらぬ。決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない。一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えねば。坂井、どうだった。私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか。飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方が楔を打ち込まれたな。よく聞いておる。いえ、聞いてなど。そうか。ともあれ、次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。巴は諦めておらん。おそらく北へ向かい、猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。
けろ、ノブ。いざ勝負。このご恩は忘れません。もう安全だ。これを感謝の印として。非常に勝負。
梶姫を。孔明様は無事でしょうか。どうしてご本尊を。ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。あの僧は何と。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの僧も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。静まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。
走れ。ノブ